皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ、みんです。前回ここの村に到着して終わったんですけれども、今回ね、私何するって言ってたっけ、ちょっと忘れちゃっているので、まずは羊狩りに行って旗を立てる。あ、金床必要になるじゃん。まあ、いっか。それは作ったとして、あとはね、この村を囲うフェンスを作るために木をね、のんびりと回収していく回にしたいと思います。ということで今回もやってまいりましょう。ババクラハードコア2スタート。一応剣持って羊探しに行きます。なんかこの辺羊っていうよりも牛が多そうな感じ。あーそうだ、あとね、洞窟探検も行きたいな。この村の下とかね。まずは第一村としてやっていこう。いや待って、羊いなくね。羊がいないんですけど。うわ、なんだここ、明らか洞窟だもんね。待って、ベッドがない。ベッド取り行かなきゃ。戻りましょう。あ、スケルトンの音がしてる。ここ。あれ、この青いベッドってどこで手に入れたんだっけ？どっかの家からパクった？いた！一匹いた！とりあえず旗を作るために、6個は最低必要だと考えて、あ、やばい、ワンちゃんね、家に置いてくればよかった。いた！いたいたいた！めっちゃいる！なんか、鶏も多くない？いいですね、ここ。よし。一狩りしていきますね。で、村に戻ったら、それはそれでね、肉をまた焼かないといけないな。ってちょっと思ってます。待って、あと何個？あまり倒してしまうと6個 OK。 あれだからね、牧場作るとき大変だからね。村どっち？こっちか。まずは私の仮の家、聖塚さんのお家に行って、インゴットですね。インゴット、鉄の塊 1,2,3 で、ここに置いて、ここでこうで金床作ってしまいます。で、金床をここに置いておこうか。そしたら、ここに木の棒を置いて、羊毛を上に6つ。これでね、白色の旗ができます。夜だ。やべえ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 。で、次、金床で、こうやってね、お名前をつけます。アカシア。そう、名前をね、村1も村2みたいにしちゃうとわかんなくなるので、アカシア第1村？オッケー。アカシア第1村にしましょう。またね、名前が気に食わないってなったら、ちょっと待って、帰っていきましょう。あ、でね、荷物をちょっと置いていきたいんだよね。そしてもう一個作るべきものがありまして、斧ですね。あったわ。作んなくていいやじゃん。斧ですね、とか全然違えの。シャベルほら一個もらっといて、とりあえずこういう風なものは置いていきましょう。サトウキビとかね、また植え直さないといけない。このエンチャントの本どっちにしたらいいと思う？やっぱりさ、ダメージ軽減がいいかな。その辺ちょっと悩むよね。とりあえず、この近辺にある固有系のね、アカシアの木とかそういうのをね、回収していきましょう。ジャングルで回収した方が良かったかな。でも戻るの怖いからな、今のところ。で、こっちのね、多くの木も回収してしまうと、なるべくね、影はない方がいい。モンスターが湧かないからね、特に村の近辺なら、なおさらだよね。危ないし、怖いし。で、これでね、いい感じに回収したら、次回ね、やっていこうかな。なんだっけ、フェンスで囲うみたいな。今回は本当にただの木を狩る感じ？そんな感じでいきたいと思います。あ、やべ、犬座ろう、こっち。よし。お座りしてもらって、あと村の湧き潰しもね、しないといけないから、そこがね、怖いね。まあ、かろうじてゴーレムはいるんだけどさ。絶対一匹だとさ、何かしら起きるじゃんね。しかも、あの子何が使えないってめっちゃ遠くにいるんだよ。一回怒らせてこっちにおびき寄せるみたいな感じにしないといけない気がするんだよね。まあしないけど。え、赤のテラコッタじゃん。家解体しなきゃね。そういう風なのもやっていきたいな。でもね、村だけに何パートもかけることになるんだけど、それはそれでいいかな。ありだよね。まあでも同じことを 2,3 パートやるわけではないから許して。何かしらね、ハプニングが起こることも多いから。めっちゃ怖いんだけど、ここ。モンスター出てくる可能性高いからね。ジャバはマジで。結構ね、感知するのがね、多いので、近くで掘らないようにしよう。掘らないっていうかさ、木こりしないようにしようって。あともうちょっとこっち来て、普通に空洞音するの最悪なんですけど、村の下だよ。整地も必要だと思われる、この村はね。ここで高さが64らしいので、64にならしたいな。なるべく、一定の、高さにしていきたいんですよ。いろいろ街づくりするにもね。スイカが鳴ってる。村にスイカってなることあんの？あるんだ。え、すごい。ていうかさ、この村結構テラコッタ使いされてますので、テラコッタを回収して私の家を建ててもいいね。まあ一通りこんな感じでいいのかな。で、今ね、使わなさそうな家は解体してしまいましょう。すごい、床もアカシアだ。こんなさ、床までさ、統一さ、あ、ごめん。あなたの家でした？ごめん。いいじゃん。
ちょっと分けてよ私に。そしたらシルクタッチが早めに欲しいので、ダイヤ探しにも行かなきゃいけないね。そこだわ。ダイヤがないと何ができないって。私の場合は装備が鉄縛りなので、道具とそのね、エンチャント台とか、そっちがね一番必要かなって思うな。いつかね、いつかっていうか多分これは近いうちになんだけど、さっき見つけた洞窟を探検しに行こうかな。そこでダイヤが見つかれば最高なんだけど、見つかれがっつったね見つかれば最高なんだけど、うまく見つかってくれるかな。ベッド置き場で増殖施設、ちょっと壊れた。私さ、一回やってみたかったことがあってさ、すごい壊れやすいけど掘る速度が速いっていうのを一回試してみたくて。え、ガチで速いのかな、壊れるの。めっちゃ速いらしいんだよねあ、でも速い速い。確かにさ、減り方えぐくない？めっちゃすぐ減るじゃん。かろうじてここが掘れるかなって。え、あ、これ全面、うわ壊れたわ。なんか丸めた木みたいな、なんだっけ名前そういうやつじゃん。ということで、一旦ここは回収したので、あ、いいね、この木を中心にこうやってぐるーっと囲っていくのもありかもしれない。ここにこう立ててあ、だとしたらさ、普通にアカシアを、え、この下砂じゃん、ウケる。この下をアカシアに変えて、そこに立てると。で、これをかざす。え、出ないんですけど。え、ちょっと待って、更新されな、あ、された。アカシア第一村、ここですね、ということになりました。ここが村の中心だもんね。むしろ家に建てた方が良かったのかな。結構恥だな。はっ、私の家に村人が。本日最後の感じかな。こんな感じでチェストを置いておきましょう。あ、あそこに松林あるじゃん。あと5分だけやらして。松の苗木欲しいよね。じゃあ最初はね、このちっこいところから取っていきましょう。そしたらもしかしたらすぐにね、苗木が手に入るかもしれない。苗木あと1個なんだよ。あと1個欲しいんだけど、ない？落ちてな、あ、エンダーマンがいるわ。よしゃね、村に戻りましょう。そしたらもう帰れるもう帰れるよ、もう終わるよ。多分ね、5分も取ってなかったけど。はい、ということで今回村の真ん中に目印の旗を立てて地図に反映させるということをしました。また次回フェンス取り付けていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。